はい、ということで皆さん、本日3本目、くちゃねと申します。よろしくお願いします。ということで、本日の3本目の動画ですね。とりあえず今日がこれラストにしようかなと思っております。いろいろあるんでね、まあ、とりあえず点々点でやっていこうと思うんですけれども、まあ、こちらがね、まあ、一番大きいかなと思います。グランドライブをリリースということでございまして、ライブに新モード、グランドにかな、グランドライブを追加しましたということでございまして、計これ PR のこれなん、フォーテ。フォルテか。フォルテ。ピアノフォルテってことですね。で、の難易度かながありまして、3ユニットで15人ですね。の編成でできますよということでございまして、まあその同じイラストのアイドルは使用できないですよということでございます。とりあえずですね、どんな感じかっていうのはですね、まあ、やってみた感じと言いますか、これですね、ここで、これね、押すと、フォルテ押すと、こうなるんですよ。このユニットね、自分のユニット3つが選ばれまして、で、そっからですね、やっていくっていう感じなんですけども、今回この、今この多分全部出てると思うんですけども、この15人は、すべて、別のアイドルなんですよね。なので、一つでも、同じアイドルというか、その、同じ絵柄かな、同じイラストのアイドルが被ってしまうと、まあそのライブには編成できないよと。まあ特訓前と特訓後とかであれば編成できるんですけれども、基本的には同じイラストのアイドルは編成できないという形になっております。で、センター効果とかは一応それぞれ発動するんですけれども、まあチャームとかであれば一人でもチャーム発動させていれば 1.3倍のチャームはかかりますよと。なので、どっかのユニットのセンターを一人チャームにすると、まあ最後の半数ではチャームをもらえるということでございますけれども、なんかその半数見たところそんなに多くないと思うんです。まあちゃんとフルコン取ってしまえば、なんかなんか一回画像でツイッターで流れてきた時には1万3000円ぐらいファン数入っていたのかな、ですけど、その半数を15人で均等に割るっていうことでございますので、まあ15なんで、ね、なんだ、結構細かく分けられるんです。だから4000、ね、だってめっちゃ1500で、もしファン数1500入ったら、100、ん?めっちゃ少ないでしょ。計算できなかった。なので、結構ね、15人で割るってことでございますので、結構同じアイドル、だから、イラストの違うアイドル、まあ、2周目、3周目とかのアイドル、まあ、アイドルであれば、まあ、1周目の限定のハロウィーンで、特訓前特訓後、で、工場の特訓前特訓後、で、フェス芸の特訓前特訓後、で、2周目の、工場の特訓前と特訓後で、計8人であれば、と、プラス SDR でやれば、頑張れば、全部アイリーになることができるので、それでいけば、まあ、とりあえずファン数は全員の分入るということにはなるので、1万ね。で、ちゃんとスコア取れれば、まあ、1万人ぐらい入るということにはなると思うんですけども、まあ、現実、まあまあ、だから、これからどう研究されていくと思うので、今僕が感じるのはそこまで美味しいのかなというところはありますよね。まあ、各一人、まあ、どうなのかなというところでございます。で、肝心の、まあ、楽曲のこの感じなんですけども、ちょっとリハーサルでちょっと、バラバラとなんかしましょうか。まあ、トラスト目が一番難しいというレベルでございますので。32ですね。それでもう流さんでいいか。はい。まあ、一応どんな感じかっていうのを流すんですけども、曲はね、一応、7進してるんですけれども、感想といたしまして、一応全部ね、やったんですよ。全部のその、フォルテかな。フォルテのモードは全部やった感想なんですけども、まあ、こっちの、今僕の動画撮ってる、ほんわかのスマホで、あとあれですね。iPad の方でね、iPad mini 追ってまして、そっちではサブアカでね、そっち開いてまして、で、その iPad の方でも、まあ、全部のね、その楽曲4曲かなのフォルテを全部試してみたんですけども、フォルテやってるのかな、結果、スマホで親指では無理だなと僕は思いましたね。ちょっと親指ではこれね、できないんですよね。どう頑張っても。だから取れないんですよ、判定が。今これ触ってないですけども。いや、普通にやっててもね、全然できないんですよ。なので、これはどうなんだろうなと思って。で、iPad でやってみると結構できましたね。まあ、iPad はね、僕まだその3本ぐらいしか指動かないんですけども、一応 iPad であれば画面も広いですし、まあ、めっちゃやりやすかったんですよ。まあ、難しいのは難しいんですけども、やりやすかったので、まあ、iPad とかの方がいいのかなとは思いましたね。まあ、あとは、ちょっとね、結構2ヶ月前ぐらいにあったと思うんですけどね、そのお知らせでね。機種によっては、
その、タイミング判定タイミングが、なんだずれているよと。その判定タイミングを調整しても、ずれたまんまですよっていうのがあると思うんです。あったと思うんですけども、あれのがね、直したっていうお知らせは一つも来てないんですよ。なので、まだあれは残ってると思うんですけども、最近ね、露骨にそれが出てまして、その、今回はね、前回のイベントとかね、の時とかも、まあ、最初の日とかはまだマシだったんですけども、それ以降ね、真面目にやろうと思っても、なんかもう全然ずれてて、もう何回やっててもずれて、もうイライラしてね、結局もうスコアができなかったんですよ。で、今回も、まあ、こういう曲なんで難しいので、真面目にやろうと思っても、なんかめっちゃずれてるんで、まあ、なんか前の動画とかにね、なんかその、なんかを入れて、アプリをなんか入れてっていうのは言われたんですけども、まあそもそも別にそんな入れなくてもできるようにしないといけないというのが、まあ出る人だと思うので、ね、普通ゲームだと思うので、まあ、もう僕が直してもらうしかないのかなと思ってるんですけども、それがあって、全然タイミング取れないんですよ。もともとね。今全然真面目にタイミング取れなくて、で、かつ難しいということでございますので、まあ、iPad やったが楽なんで、まあ、iPad に移行したいんですけどね。ただね、僕ね、これ Android なんで、移行しちゃうとね、重量消えちゃって。で、普段はね、やっぱりスマホの方が便利なんで、スマホの方にまた移行したら、またそれで重量消えちゃうっていうのがあるので、まあ、早く iPhone に変えないといけないなと僕は思ってるんですけどね。まあ、いろいろありまして、まだ変えていないというところでございまして。まあ、こんな感じの譜面でね、結構、まあ、親指よりかは、まあ、スマホであっても、床に置いて、3本指か4本指ぐらいで、やらないと結構難しいんじゃないかと。結構、親指マスターの人じゃないと、なんか無理なんじゃないかなと僕は思いますね。難しい、という感想が僕の的な感想かな。っていう感じでございます。ということで、ちょっとね、長々となりましたけれども、こんな感じかな。まあ、15人、イラスト違いの15人が参加できて、で、楽曲32とかね、ありまして、で、PRP もね、新しく、こうですね、スマートライブと同じように3曲かな ?3 曲ここにね、上がりますので、まあね、また PRP が上がりましたよってことでございます。ということで、まあ今回はこの、グランドモードかな、グランドライブっていうものがありまして、まあ結構ね、その、細かいのでね、なんか細かい譜面とかが見にくいんですよ。まあなので、これ慣れていく必要があると思うのでね、まあこれからね、まあどんな感じが来るのかわからないですけども、楽しんでいこうかなと思っておりますということで。まあこれ以外にもね、結構今日はいろいろね、情報が出たんですけども、まあとりあえず本日はこれで終わりたいかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よかったらよろしくお願いします。そしてコメント欄にね、まあこの、新しいライブ、グランドライブかな、の感想などなどね、あとこうやった方が僕はできました、みたいな感想があれば、ぜひぜひ、書いてもらえたら嬉しいなと思います。それでは、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。Twitter、サブチャンネルもやってます。よかったらチェックしてみてください。というわけで、ありがとうございました。バイバーイ。